息を吸いながら手のひらを外に向けていきます、えー、その後、肩を内側に寄せていきます手はやや後ろに持っていってくださいその後、息を吐きながら楽にしていきます吐いた後、指をこのようにして3本指にしながら少し内側に 回転させますすそうすると自然に息を吐ききることができます息を吸いながら手のひらを外に向けていやいや手を後ろに持っていって肩甲骨を寄せますその後吐いて指を3本にして吐き切る内側に回転させて吐き切るもう一回いきます吸って 吐いて。